今まで生きてきた経過過程の中じゃあどれくらい本読んだの、読むとか書くというシンプルな本に対して慣れが未熟で、問題演習量が圧倒的に少ない人がほとんど、非常に論理的な間違いをずっと構築しててまあそれじゃ満足ができないという人のために、今日は特別に間違いノートを作りました。ということで始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、はい、総先生においでいただきました。急に来ました。何回か来てるってことですか。何回か来てるか。みんなが髪色どうなったらそうなるんだってね。いやもうこれね、気合ですね。気合が入るとね、スーパーサイヤ人 の、そうそう、そのシステム通ってますからね。そんなシステムで変えられたんですね、はい、そういうことだった。いやーやっぱりですね、まあ、現代文の授業始まって、はい、まあ、大好評。いやもう嬉しいですね。いろんな先生からねメッセージ行きましたからね。あ、そうだ、僕には直接来ないんですよね。あ、そうなんですか、はい、え、何人か送ったって言ってくれましたよ。あ、そっか、あ、そうだね。 SNS 系はあんまやってないっていうのありますね。あ、そうですね、うんうん、だからね、出口先生からもね、僕に来ましたからね。あの出口先生が、ちょっとよく聞いてください、この話。そう、先生の授業が素晴らしい。モンデーモット、モンデーモットだって間違っちゃった。モンデーモットってなんだ、興奮して。それ、 いやいやもう、それでちょっと伝えといてください。いやもう気持ちいい。いやいや本当ね、やっててね、講師冥利につきますよ。まあね、僕自身はもう日本一だと思ってましたからずっと。もう本当にもう、もう天てなさい、もうそこでメンタルなんとか支えてますから ね。なるほど。そんな日本一の現代文講師。そんなことない。聞きたいんですけど。はい。ちょっとやっぱりね、現代文これからどうやって勉強していけばいいんだっていうね、あ、そうですね、いると思うんですよ。まあ、結構多いのがやっぱ過去問とか始まるとか、過去問やっていくとかっていうんですけど、うん、その時に現代文どうやってやっていいかもわかんないし、どうやって復習していいかもわからんっていう。あ、そうですね、国語特に現代文はそうだと思いますね、うん、まず最初にね、なんか意外と誤解されてるのが、うん、例えば物量、自分の勉強した物量に対して正比例した結果が出るとい う、この前提がね、うん、特に現代文はね、意外と崩れやすいです。お、やればできるみたいなではない。まあまあやればできるのは確かにできるんですけど、うん、今まで生きてきた経過過程の中じゃあどれくらい本読んだんだとかね、あ、はいはい、基礎的な、まあ、語彙力の充実ですよね、うん、どれくらいやってきたんだとか、そう、ね、スタート地点が違うんですよ。あ、確かにそうですね、うん、特に母語ですからね、もう随分違う、はい、難しい議論とかやってきて、うん、難しいこと考えてきた人とか、自分の中にその伝わらない悩みですよね、うん、お付き合いしてる人とか、うん、まあ、自分のこう、もう親とか先生でもそうです、はい、いろんなものを考え詰めて、なんで俺の言葉が伝わらないんだろうって、こう問題意識の塊みたいな学生はね、うん、意外と語伸びたりします。おー、そうなんですね、うん、そうですね、こうやっぱ母語だけにね、わからないって人が、そうですよ、だからまだ何の衝突がなかったりね、特に今あの、はい、ツイッターでも何でもそうですけど、メールでそんな長々と書かないじゃないですか、はいはい、そうですね、そうするとね、絵文字なんか使って表現の補助を、まあ、補ったりなんかして、まあ、そういう、こう便利なメディアが発達しすぎてるってこともあって、うん、読むとか書くというシンプルな行為に対するね、慣れが非常にね、自分が考えている以上にね、未熟で、うん、設立、まあ、まだまだな人が多いです。そういう状況からスタートしているにもかかわらず、うん、どうやったらいいんですかってのもやたら聞くんですけど、あ、本当にね、聞きたい、むしろ。あ、なるほど。じゃあ一体何冊問題集をやりこなしたんだと、うん、これ類々たる屍の向こうに初めてね、うん、あ、俺はこのやり方が合ってるなってね、気がついていくもんなんだと思うんですよ。なるほど、なるほど、うん、もう特にね、母語はそうです。もうそういう操作能力に関する方法論を聞く、やり方を聞く、特にね、今の時期聞く人に限って、はい、もうこれはっきり言っておきます、うん、問題演習量がね、圧倒的に少ない人がほとんどだったりするんですよ。設問、特に過去問中心ですね、はい、あの一回の壁にぶつかってみて、そして自分なりに気づいて試行錯誤を繰り返すっていうのがね、うん、もうこれ大切なことだと思います。なるほど、はい。そんな中でもやっぱり具体的にどうやってやったらいいですかっていうのが来ると思うんですよ。やっぱり来るんですよね。復習わかんないですよ、解いてみても。そうなんですよ。何やらいいんですか、漢字っすかとかって来ると思うんですよ。来るんだよね。いや、それ漢字もやるべき、はい、だってできてなかったんだったらやればいいし、間違えたんだったら見直せばいいわけですよ、うん、でそうやっていく中で、まあ、だんだん分かってくるんだけど、まあ、それじゃ満足ができないという人のために、
今日は特別に、まあ、結局言うのかってまあつまりね、間違え方なんだと思うんですよ、うん、ほいほいほい。現代文ってね、質問なんかよく聞いてると、その人特有のミスパターンみたいなのがあって、ほいほい、これそんなに数ないんですよ、うんうんうん。まあ、これちょっと個人的な話になるんですけど、はい、僕はね、自分が受験生の時に間違いノートを作ってました。間違いノート、はい、間違いノート、これね、非常に効果がありました。自分がミスしたものについて書くわけですね、はいはい、そう、間違い、またしちゃったとか、うんうんって今もう勢いとスピードでこれじゃちょっと鼻がう、まあ、そんなことはないんだけど、あの要するに、ちゃんと聞いてます要するにその間違え方みたいなのがあるわけですよ、はい、文章が書いてある客観通りちゃんと読めなかっただとか、はい、選択肢の読み飛ばしがあっただとか、はい、まあ引き込みですよね、自分で勝手に解釈して引き込みから自分で脱出することができなかっただとか、これね、それぞれ箇条書きで書きました。え、僕の場合はその具体的に言うとね、ルーズリーフを使ったんですけど、はいはいはい、それは70何箇条か集まった段階でもう書くのやめたんですよ、はいはい、これ面倒くさくなったんじゃなくてはい、はい、要はね、いつも間違い方が同じだったからです。あ、なるほどなるほど。2つ3つ4つくらいパターンがあって、それがね、いつもね、組み合わさって自分の間違いに具体化していたってことに気がついて、もうね、面倒くさいんじゃなくて、もうこれ書いても同じだと気がついたんですよ。やっぱ間違いパターンがあったと。あったんです。3つ4つぐらい、本当にね、もう大きくざっくり言うとね、はい、でも3つか4つの間違いパターンしかないなんていうと、うん、よくね、受験生はね、いやそんなことないだろうと、うん、毎回毎回ね、別口の文章と別口の筆者が、うん、新しい文章展開を僕らの目の前に展開するわけだから、うん、毎回違う間違い方してるんじゃないのって思っちゃう人が多いんですけど、うん、実はね、そうではないんですよ。そうなんですね。はい、そのパターンが今聞かされる、まあこれはね、だからね、一つじゃん、まあだから例えば読み間違いをしているにもかかわらずね、自分の中に引き込みと言いましたけど、うん、こうだという強い思い込みがあるにもかかわらず、その思い込みが前面に出てね、はい、どんなにこれが正解だと言われてもね、納得できない人って実はいるんですよ。おー、はい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 、うん、まあこれは質問の中にもよくあったりとかして、うん、気持ちはわかりますしね、そういう強い思い込みから問題意識、そして深い議論に発展するので、うん、当初入り口としてはね、そういうものは持っていいんですけど、伸びにくい人に限って意外とね、これね、頭じゃないと思うんですよ、うん、頭のいい人に限ってそういうことやっちゃう場合があるからね、うん、マインドなんですね。おお、もうこうだと思い込んだら、自分にそこにアイデンティティを作っちゃって、うん、一度こうだと思った自分のアイデンティティを二度と壊さないようにするというか、うん、傷つくのが怖いのかな。まあいますね、英語でも来ますからね。ああそうですか。こうだと思うんですけど、こうだからこうじゃないですか、これはおかしいと思います、うん、そうそうそう、非常に論理的な間違いをすっと構築してていや分かるし、ああすげえ作ってんだなロジックをとは思うんだけど、うん、まあ、実はそれ間違えてるんだよね。柔軟に考えるってことはそれだけ難しいんですよ、うん、柔軟性そのものが非常に硬化してしまって、うん、正解への考え変えてるのかな、はい、そこができないようになってる。でこれだから、そういうのは性格の問題もあるんですけど、ね、はい、自分の中のマインドでこうギュッと固まっちゃうというかね、うん、これはね、なかなかね、脱出しにくいミスパターンです。そうですね、いろんな強化に言えると思いますよ、うん、はい、やっぱり人間は抽象化しやすいのでね、何かしらルールを勝手に作っちゃう、そう、それに当てはめてルートを作っちゃうっていうのがやっぱりあるので、はい、この僕ら滝野さんとか指導してても、うんうん、同じようなことが起こるわけです。あ、そうですね。 SVO とか目的語は2つ出ちゃっていいんですかとか、ああなるほど、出ちゃ目的語2つ出ちゃダメ子とかですねそういうところで前置詞の to、 to 不定詞の to とかで、はい、to が2つ出ちゃってますけどいいんですか、出ちゃダメ子とかですね。そういう、なるほど、やっぱルールを勝手に作ってしまうっていうのはすごく多いです英語。なるほど、わかります。いやこれね、予備校講師としてはね、ちょっと難しいところでもあるんですよ。漫然とルールなどないって言ってしまうのが、まあ、本当なのかもしれないけど、はい、そうなったらなったで指導を受けてる側はもっと分かりやすい話を求めてる、はいはい、そうですね、でも分かりやすくしていくってことはどっかでマニュアル化をしていくことで、うんうん、マニュアル化しすぎると今度はね、柔軟な解釈ができなくなる、はい、正しい理解の仕方っていうのはマニュアルはマニュアルとして便利なものと受け取って、うん、だけどそこにはね、例外が常にあるんだというね、はいはい、そう
ですね。ちょっとそれ例外を認めたような使いこなしを心がけてほしいんですよね、うん、本当は。そうですね、柔軟に考えられるようになるってことが重要になると、うん、はい、そうですね。それがやっぱり一番現代のやり方と、うん、はい、そうですね、まあ、僕も基本的にはそのもうマニュアルなんてものは本来はね、うん、抱きすべき、まあ、唾を吐きかけて捨てるって言いますけど、ね、かけますよ皆さん、そう思ってるぐらいだからね。かけてってみんなこう。いやそれはないし。手打ち唾かけて。いやそれはないし、別の話になってくるから。僕ねめちゃくちゃ出るんですよ。僕は個人的には唾とは呼んでない、あのこれ天使の涙って呼んでますけど、ね。わお。授業中にね一回ねもう2メートルぐらい飛んだことがあってね。記録ですね僕の。その飛沫浴びたい方はですね。ちょっとそれはもうすみません僕何にも言ってませんからね。公開授業もねやるから。あ、そうですね。本当だ。はい、楽しみですね。まだ何も分かってないんですか。なんか僕最後になってたから出番が。あ、そうでした。そう、だからなんかこんな濃いキャラたちの後にやらされる。いやいや十分濃いけど。みんな疲れちゃうだろうとか。いやいやもうハローゼアの段階でもみんなもう気絶混沌してもこれ見たかったキャーって。そこをピーク。最初の一言ピークで、あとみんなも寝始めてこう。待っても楽しみですね。応募してますんで、募集してますんで、はい、募集してます。応募してるのかどうか。応募もうびっくりして もう何にも言わない言えなくて。そう全然受けたい。もう危険すぎて発言。そうなんですよ。助動詞覚えてないと怒られるかな。そんな感じでやっていきますのでよろしくお願いします。あ、なんかね、はい、日本史のも入ってたんで、ね。あ、そうですよ。日本史が入ってね。どうなるのか、うん、はい、こちら今回総先生においていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これでいいの2本目これどうやってやるんだ、これレッグ押せるのかな。